こんにちは。今回はですね、カリキュラスの、教科書のですね、セクション 9-2 の、ジオメトリックシリーズの、収束発散を調べるっていうのと、あとはダイバージェンステストについて解説したいと思います。解説したいことはですね、3つあるんですけども、課題のところだと。1つは、ジオメトリックシリーズについて、これが1つですね。もう一つはですね、ダイバージェンステスト。で、3番はもう、些細な、ちっちゃい話なんですけども、テレスコーピングサムについて、軽く言及したいなと思います。ということで、今日はこの3つの解説になります。最初はですね、ジオメトリックシリーズ。ジオメトリックシリーズっていうのは、日本語では、等比数列の和のことなんですけども、ここでは無限にどんどん足していくんで、無限等比、級数とか言ったりしますね、級数。無限に足すやつね、はですね、我々がこのセクション 9-2 で気にしてるっていうのことは、それがですね、収束するのかどうか、つまり、is the series gonna converge or diverge っていうことをね、調べていきます。まず、ジオメトリックシリーズって何かっていうと、等比数列の和の以前に、等比数列って何だったっけっていうと、等比数列っていうのは、最初の数字が A だとして、その2番目の数字がですね、それを R 倍したもの、かける R 倍した AR。で、その次はですね、また同じくね、R 倍した AR の2乗。で、その次はですね、AR の3乗。で、その次が AR の4乗。で、N 番目、第 N 項は AR の N-1 乗。だから最初はあみたいなね。で、2番目がね、AR、あみたいなね。3番目が AR みたいな。4番目が AR ってことですね。4番目は A の後ろに R が3回つくみたいな。全部4回かけてますからね。N 番目も A の後に R が N-1 回かけられてる。はい。この最初の数字のことをですね、等比数列の、イニシャルターム、初項って呼びます。初項って呼びます。初項のことをね、指してます。で、この毎回一定のね、割合で同じ数字かけて数字ね、増えていくんですけども、あるいは減っていくんですけども、この一定の割合のことを、等比って呼んで、英語ではカモンレイシオって言います。カモンレイシオ。So、the initial term and the common ratio という感じです。この2つが与えられてれば、もう何番目の数字であれ、すぐに一般項を求めることができるということです。ということで、足し算もね、これをやればいいんですけども、今回我々が興味持っているのは、この数列を足した場合、つまり A 足す、AR 足す、AR の2乗足す、AR の3乗足すって、無限に足し続けていったら、それは収束するのか、それとも発散するのかっていうことなんですね。要するに我々が考えているのは、これって収束するのっていうことを扱うわけです。これって収束するんです。で、ジオメトリックに限らず、級数がシグマで表されたものね、もうこれ足す、これ足す、これ足す、これ足すって無限に足していったものが収束するかどうかを調べるときの基本手順は、いきなり無限に足すんじゃなくて、部分和を考えるです。これが収束するかどうか、これが収束するかどうかを考えるときは、S をいきなり考えるんじゃなくて、部分和を考えなければいけない。部分和のリミットを考えるんですね。部分和のリミットを考えるってどういうことっていうと、いきなりね、無限個あったらね、そもそも足し算できないんで、有限の和、つまり SN っていうのを考えます。1番から N 番まで足したものについて考えるわけです。1番から N 番まで足したものの結果を SN と呼び、その SN はリミット持ってますかっていうふうに、2ステップに分けて考えるわけです。数列の和の極限、まだ級数の極限を知りたいときは、まず部分和を出して、シグマをね、ここで処理して、部分和のリミットを考える。部分和を出して、部分和のリミットを考える。
ジオメトリックシリーズの場合は、もうこの部分和の公式がですね、まあ、日本でいうとですね、数比のね、等比数列のところで紹介されてるんだけども、まずはそこのおさらいからします。ということで、部分和を考えたいと思います。だから無限に足すんじゃなくて、第 N 項までの和を考えると、まあ、第1項、初項を足す、第2項を足す、第3項を足す、点点点点、第 N 項、AR の N-1 乗っていうのは、何になるんだったっけと。これをどうやってね、計算するかっていうと、まあ、一応ね、まあ、これ公式の導き方のおさらいですけども、まあ、これのね、両辺をですね、公比 R をかけたものを、下に書きます。そうするとね、これ全部 R 倍されるんだけども、R 倍されたものはですね、ちょっと A×R をですね、右にずらして、R 倍したものをこういうふうに書きます。R 倍したものをこう書きます。R 倍したものをこう書きます。で一番最後のね、これは R 倍すると AR の N 乗になるわけだ。この上の式と下の式って、項がいっぱいあるんだけども、この真ん中の部分がですね、この両端を除けばですね、両端を除くと全部こう一緒だから、連立方程式でね、加減法でパパパって消すような感じで、上の式から下の式をですね、こう項ごとにね、パッ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 パって引いてみると、左辺は SN がですね1引く R 個、右辺は A が残って消えて消えて消えてドドドッと消えて、最後のこれが引き算になって出てくるから A 引く AR の N 乗になります。でここでね、まあ、両辺を1引く R で、まあ、割れれば、まあ、割れない時って R が1の時だけど、その時はちょっと無視するね、まだ R が1じゃない時考えますね。まあ、そうすると SN は1引く R 分の A 引く AR の N 乗ってことになります。これは、等比数列の和の場合にのみ成り立つ公式だからね。等比数列の初項が A で、項比が R で、第 N 項まで足すと、この式で、その、ね、合計部分和が求められるんです。これが、第一ステップ、部分和をとりあえず出せというところになります。はい。では、この部分和が分かったところでね、これ R が1じゃないからね、R が1の場合考えないよ、はい。部分和が分かったんで、じゃあ部分和のリミットを取ろうになります。だからじゃあ無限に足した場合どうなるんですかっていう問題に対しては、シグマのリミットなんだよね、まあ、シグマのリミットなんだけども、まあ、この SN のリミットを考えればいいよってことなんです。で、部分和はもうこの式で書き直せているので、もう面倒なシグマは存在しない式ですから、これは楽ちんです。このね、このね、部分和の結果、これのリミットを考えると。まあ、ちょっとね、すいません、大文字とね、小文字で私、結構混ざっちゃうんですけど、まあ、一応これね、N、はい。はい。N をどんどん大きくしていくときに、この分母の1引く R っていうのは全く変わりません。分子の A っていうところも別に N をどんどん変えていったところで、これも定数だからここも変わりません。変わるところはこの R の N 乗の部分だけになります。だから我々が知らなきゃいけないのは、この R の N 乗、つまり等比数列のリミットって何だったっけです。R の N 乗の等比数列のリミットって何だった。だから、それはね、数列の和じゃなくて、単純にね、数列の極限、等比数列の極限を考えると、これね、R が1より大きい場合、例えば 1.2 とか 1.3 とかだったらね、もう何回も同じものかけてるよね、どん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 増えていくんですね、際限なくね。例えば 1.2 の R 乗、1.2 の N 乗ってどういう意味って言ったらさ、20% アップを永遠繰り返すわけですよ。1日足すことで 20% 上がってくる。10% アップ、20% アップ、20% アップって繰り返したら、もう際限なく大きくなっていくわけで、まあ、基本ね、100% 以上のものをね、100% を超えたものをかけまくってたらですね、まあ、正の無限大に発散してしまいます。はい。R が1だった場合はですね、ちょうど1だった場合ね、1の N 乗っていうのは、まあ、1を何回かけてもね、1×1×1×1×1×1×1×1だから、まあ、そのリミットは1です。はい、ここでね、あとはね、マイナス1から1の場合、R がですね、マイナス 100% から 100% の間だった場合、まあ、例えば 95% とかね、マイナス 30% だったら、かけるたびにですね、絶対値的にどんどんね、ちっちゃくなっていきます。まあ、例えば、R の値が 0.95 だったら、1日経つごとに
5% ダウンするわけですね、価値がね、なんかのね。まあ、例えば私の車の価値がですね、1日ごとにね、まあ、1% ダウンするしね。まあ、したら最初100だけど、その99になって、次に99の 99% だから、98.1 とかになって、っていうのがどんどん減っていくわけですけども、まあ、無限にね、1% ダウンとか 5% ダウンというのを繰り返したら、もう際限なくゼロに近づいてきます。ということでね、絶対的に小さい数字、1より小さい数字をかければかけるほど、もうどんどんゼロに近づいていくんで、これね、リミットはゼロです。はい。R がですね、マイナス1の時はですね、まあ、マイナス1の N 乗っていうのは、マイナス1、2回かけたらプラス1、もう1回かけたらマイナス1、もう1回かけたらプラス1、もう1回かけたらマイナス1って感じで、1マイナス1っていう感じで、まあ、振動します。振動です。はい。で、R がですね、マイナス1より小さい時は、まあ、やっぱり、プラマイ、移り変わりながらなんで振動するんですけども、どんどん絶対的に大きくなっていくんで、まあ、まあ、例えばマイナス2だったらね、マイナス2だったら、マイナス2、プラス4、マイナス8、プラス16、マイナス32、プラス64、マイナス128ってな感じでね、もうこういうやばい振動でね、これも一応振動なんですけど、まあ私はですね、この絶対値的にね、あの有限な値しか取らない、マイナス1のケースの振動と、だんだん大きくなっていく、このもっとやばい振動とね、一応区別してますね。はい。これは、等比数列の極限であって、等比数列の和の極限ではないです。だけど、まあ、これを知ってれば、ここの計算ができると。つまり、これっていつ収束するんですかって言ったら、これ見ると分かる通り、R の N 乗がですね、収束するのは、converges only if R が1以下マイナス1より大きいときなんですね。1のときかマイナス1から1のときです。このときに限り、この R の N 乗はコンバージする。したがって、ここもですね、R の値がマイナス1から1の間の場合に限り、まあ、収束するんですね。とはいえ、そもそもこの公式って R1 の場合を無視してるんで、R1 代入できないからね。だから、R がマイナス1から1の場合は、もうこの部分0になります。だから、これはね、R がね、R のね、あの、1からマイナス1の間だったら、ここの部分が0になるため、1-R 分の A っていう、あの、部分和よりもね、結構シンプルな式に、まあ、収束します。はい。R がですね、R の絶対値がね、1以上とかだったら、まあ、これは、あの、ダイバージになります。発散するってことです。ということで、等比数列の和、ね、これ足す、永遠にやっていく場合は、公式化、その収束するか発散するかの公式がもうすでに用意されていて、それはこれであって、R の絶対値が1からマイナス1の間だったら収束しますよと、これに。で、R の絶対値が1以上だったら発散しますっていう結果が、まあ、公式化されてます。だから、その Q 数のね、極限考えるときは、まず部分和を取るっていうのが大前提、基本なんだけども、無限等比 Q 数の場合は、ね、等比 Q 数の場合はですね、公式化されてるんで、まあ、公式で処理してしまっていいんじゃないかなっていう感じになります。ということで、一応ね、公式をね、ここに書いておきますね。これは、R の絶対値がね、1より小さい場合に限り、これに収束しますよと。R の絶対値が1以上のときは、まあ、基本的に発散ですね、発散と。はい、ただ、これ、初項がね、あの0じゃない場合っていうふうに言っておきますよ。初項0だったらね、だってそれって0たす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 だから、その場合はあんまり、あの、いや、見りゃ分かるでしょみたいな感じになるんですけども、その場合はね、ちょっと場合分けして考えなきゃいけない問題は日本の問題集にはあるけれども、このね、アメリカのね、セクション9-2の問題ではないので、まあ、そこはあんまり気にしなくていいかなと思います。今回は。はい。じゃあ、まあ実際にね、これを使ってね、どうやって問題解くのか見ていきたいと思います。はい。まあ、ここからね、まあ、セクション 9-2 にある問題をね、まあ、いくつか見ていきます。全部じゃないですよ。
今の知識だけで解ける問題だけ見ていきます。ということで、早速ね、問い7見てみましょう。問い7。問い7はですね、in exercise 7, verify that the infinite series diverges. Verify だからもうね、もう発散するって、発散するって言われてんですけど、なんで発散するか説明してってことなんですね。はい。これは、6分の7の n 乗っていう式を見たときに、これ n が0のときは1、n が0のときは1、n が1のときは6分の7、n が2のときは6分の7の2乗っていうことで、これもう明らかにね、等比数列の和、ね、等比数列の和になっているので、これはジオメトリックシリーズの公式で考えることができるなと。はい。ということで、これは等比数列であると。This is a geometric series. This is a geometric series. で、ジオメトリックシリーズが、コンバージするかダイバージするかの判定条件はここです。R の絶対値が1より大きいか、1以下かです。はい。ということで、まあ、絶対値が、R の絶対値がこれ6分の7なんで、ね、with R イコール6分の7は1よりも大きいよと。でかすぎるよと。ね、This is geometric series with a common ratio greater than 1. So, this series diverges. Diverge しますよ。根拠は、これが等比数列の和で、しかも R の値が1よりでかいからという説明になります。はい。まあね、8番もね、同じような問題です。8番は、まあ、シグマの n が0から無限の 4×-1.05 の n 乗です。はい。これもね、この部分見てみると、まあ、最初の数字は0乗だから4。で、2番目の数字が 4×-1.05。その次の数字が 4×-1.05 の2乗っていう感じで、これは初項が4、後比が -1.05 です。はい。これもね、説明は全く一緒で、もう This is a geometric series. This is a geometric series. Geometric series なんだけど、Geometric series が収束するかどうか知りたかったら、R の値見ろってことなんだね。で、With R equal minus 1.05, which is less than negative 1. まあ、絶対値がね、まあ、1未満じゃなくて、絶対値を超えちゃってるよっていうパターンだね。R がマイナス1よりちっちゃいよ。マイナス1よりちっちゃいっていうのは、まあ、やっぱりダイバージョンだね。So, this series also diverges. っていう感じに説明します。はい。7番からね、14番の問題では、いや、これジオメトリックシリーズだなって言える形をしているものは全くないんですけども、15番とね、15、16、17、18がね、等比数列になってますね。はい。ということでね、15番はこの。Number 15 is the sigma n 0 through infinity of 5 over 6 to the power of n. これはここの部分見ると、最初の数字は0乗だから1、その次が6分の5、その次が6分の5の2乗、その次が6分の5の3乗っていう感じで、最初の数字、初項が1で、後比が6分の5の等比数列の和なんですね。So this is geometric series with initial term is 1 and common ratio is 5 over 6、ね、でこの common ratio がね、絶対値1より小さいだ、絶対値が1より小さい、6分の5って 0. いくつってことなんで、これコンバージしますねってこと。で、まあ、問題でね、特にね、コンバージのね、どこに収束するかって求められてないんですけども、問題はね、ただね、コンバージするかダイバージするかって言われてるから、それに対する答えはこうですね。This is a geometric series. これジオメトリックシリーズですよ。ジオメトリックシリーズって特別なタイプですよ。で、with R equal 5 over 6, which is between, まあ、絶対値かどうかね、絶対値かどうかね、between とか言わなくていいんでね。R の絶対値が1より小さいと。絶対値つけないとさ、1より小さいって言ってもね、マイナス100の可能性あるんで、ね、こういうふうに説明しなきゃいけないんだけども、まあ、絶対値つけとくと、もう1より小さいっていうだけで済むから楽ちんです。はい。で、This is geometric series with a common ratio, absolute value of the common ratio is less than 1. So, this series converges. これは収束しますと。converges. 収束しますよと。収束する理由はたった一つ。もう等比数列の和であれば、あるの絶対値が一応小さいから。それだけです。はい。
で、しかもね、収束するときのね、じゃあ、どの値に収束するんですかっていうことまで、等比数列の和では答えることができます。うん。収束するってことが説明できても、どんな値に収束するかはね、説明できないものの方がむしろ多いです。だけども、等比数列の場合は、もうはっきりね、この値に収束するって公式化されちゃってるんで、収束先もね、もう求めることができます。という、that is converges to、これにね、収束するんで、初項は0乗だから1。で、公比が6分の5だから、これを代入して、上と下6倍して、6だよね。これ全部足しまくっていくとね、6に近づいて、どんどん近づいていくよっていう意味です。うん。ということで、15番がそんな感じなんですけども、16、17、18っていう問題も全部ね、なんとかの N 乗っていう形になってて、もう、等比数列の和だか、こういうような説明で、もう十分かなと思います。うん。では、ちょっとね、問題ちょっと飛んでですね、25番から34番いきます。25番からですね、34番のね、問題は、finding the sum of a convergent series ということで、数列のね、数列、級数のね、和を実際に求めなさいっていう問題なんだけども、だから収束するんだよ。問題文が言ってるんだよね。これ収束するんだけど、どんな値に近づいていくか求めなさいっていう難しい問題になります。難しい問題なんだけども、一般的には難しいけれども、収束、公式化できているものだったら、収束先がね、計算で求めることができる。だから、例えばですね、この問題の中ではですね、25、26とか、あと31、32、33とかがですね、33にすれば33にしとこうかな。33なんかね、もうわけわかんない数字ありますけどね。sin1、n 乗。n、1から、1から無限かな ?1 から無限と。はい。はい。これは、なんだと。サイン入ってて難しそうだなってね、思わないでくださいね。大事なんでね、シグマによってね、値がどんどん変わっていくのは N の値だから、ここがどんどん変わっていくんだって、ここ、いつも同じ数字だからね。サイン1ってどういうことっていうと、これは1ラジアン。1ラジアンの時の、1ラジアンの時の Y 座標、つまりここのこと言ってんだよね。1ラジアンって何って言うとね、どうでもいいことなんだけどね、1ラジアンはね、だいたい57度ぐらいなんですけども、ラジアンの定義をおさらいするとね、半径1の扇形をこういうふうに書いたときに、ここの弧の長さ、弧の長さが、ラジアンなんですね、要するにね。だから、弧の長さがちょうど1、だから正三角形っぽくなる、この状態の時のこの角度のことを1ラジアンって呼んでます。これって、正三角形に近いんで、60度ぐらいだよね。なんだけども、ちょっとここまっすぐじゃなくて、ふにゃーってなってて 1なんで、60よりもちょっとだけちっちゃくなってるんですね。57度ですね、大体ね。だから要するにね、ここの高さのこと言ってるだけなんで、ね、この高さのこと言ってるだけなんで、大事なのはですね、この数字の絶対値が1より小さいってことです。絶対値がね、1より小さい。それが分かればいいんですよ。なぜならば、この数列は、シグマが分かりづらければね、ちょっとね、ちゃんと書き出しますけど、sin1 という数字、足す、sin1 という数字の2乗、足す、sin1 という数字の3乗、足す、sin1 という数字の4乗、足すっていうふうに、もう完全にね、等比数列の形になってるわけです。要するに、ここなんかの数字なんでね、計算機に入れたら 0. いくつっていう数字が出るだけであって、要するに、これってね、0. ね、0.8 ちょっとですかね。0.8 ちょっとね。N 乗っていう問題と何ら変わりません。つまり、等比数列なんですね。初項が sin1。で、公比も sin1 っていう等比数列の和です。だから、このな、R がですね、R の絶対値がですね、この R の絶対値が、sin1 なんで、これが1より小さいってことさえ分かってればいいんですよ。でも、sin の値ってプラマ1の間の値しか取らないし、90度じゃなければ、あるいは270度じゃなければ、0から90度の間の角だったら、これは間違いなく1より小さい何かの数字なんで、収束しますよね。So, this geometric series converges ってことです。Because the ratio, the absolute value of ratio is sin 1, which is somewhere between negative 1 and positive 1, so it's going to converge ってことね。
等比数列だっていう認識があって、等比数列の和っていう認識があって、で、その場合だから調べなきゃいけないのは R であって、R が1よりちっちゃいねっていうことを説明して、が収束しますねと。収束する先は何かって言ったら、収束する先は、初項割る1引く R っていう公式に入れるだけです。だから、初項はね、今回ね、これね、1からスタートしてるから、初項1入れたものなんで、sin1 です。で、1引く公比が sin1 倍だから、1引く sin1 というね、わけのわかんない数字ですけどね。これが、答えってことになります。はい。ということですね。ということで、まあ、解説その1にだいぶ、ね、25分も費やしちゃってるけど、まあ、最初に言いたかったことは、まあ、等比数列の和っていう特別な形、すべての、ね、数列が等比数列じゃないんだよ。すべての数列が等比数列じゃないけども、等比数列の和の形の問題は、まあ、こういうふうに収束するか発散するかっていうのは公式化されてて、それは絶対値、R の絶対値が1より大きいか小さいかで判別できるよと。で、また収束するって分かったときには、まあ、その極限もこの公式で求めることができますよです。はい。じゃあ、これはまあ済んだので、次はですね、まあ、ダイバージェンステストいこうかなと思います。まあ、ちょっと喉渇いたから水飲んでこようかな。飲んでこようかな。うん、あ、ちょっと質問、うん、質問ね。あR の1より小さいときにマイナス2ちゃう。あ、0。R が1より小さいとき、マイナス、あ、そうか。ですね。R が1より小さいとき、てか、まあ、R の絶対値だよね。R がですね、まあ、1より小さくて、マイナス1より大きいときっていうのは、まあ、例えばですけど、まあ、例えば 0.8 だと考えてみるね。0.8 を何回もかけるってどういうことかっていうと、その、要するに、値引き。例えば、定価1000円の本があって、1ヶ月後にですね、売れなかったから、80%、元の 80%、つまり2割引きすると。2割引きすると800円になるじゃないですか。で、また売れないからさ、またさ、0.8 かけてですね、2割引きするわけですね。また売れないと。また2割引きするわけですよ。2割引きするとね。こういうことをさ、繰り返していくとさ、無限にね、無限に繰り返すと、まあ、価値はどんどんゼロになってきますよね。車の価値なんかもそうですよね。まあ、最初なんかね、何百万とかでさ、買うけどさ、もう毎年毎年 15% ですかね、こう価値が下がってくるんですよ。だから、最初の価値がこうで、その後ね、ここが 0. 何倍ってことはですね、時間が経つにつれて、つまり、N が大きくなってくるにつれて、0.何倍ってやっていくから、もうね、こういう感じで下がっていっちゃうのね。指数関数ってあるじゃないですか、指数関数。Y イコール、A の X 乗っていう指数関数の基本のグラフを覚えてるかな。これは日本だと数学2で出てくる指数対数のところで出てくるんだけども、Y イコール A の X 乗のグラフって、A がですね、1より大きいときは、こんな感じで右上がりのグラフになってます。まあ、だから、1より大きい数字を、X をね、増やせば、かければかけるほどね、どんどん大きくなっていくっていうグラフなんですね。逆に、全く同じね、式でもね、A がね、0から1の間の場合は、かければかけるほど小さくなってって、なんか右に前近線 Y イコール0があるってあったじゃないですか。要するにね、この部分のこと言ってるんですね。要するに、絶対値が1より小さいと、かければかけるほど、こういうふうに勢いよく0にね、こう、ランディングしていくっていう感じになってます。うん、これでね、まあ、質問に答えられてるかな。ね、リミットを考えるって言ってもね、その実際に100回もね、200回もかけるってところは私もね、なかなかイメージできてないです。100回かけたらどのくらいなんだろうってね、めっちゃちっちゃいんだろうなってことぐらいしかイメージできないんですが、まあ、3回くらいかければね、ものすごい勢いで減ってるなっていうことはイメージできるんで、まあ、まあ、間違っても無限にはいかないなってことぐらいはね、確認できると思います。ちょっと面倒でもね、リミット考えるときって、最初の3個ぐらいを見てみて、あ、これどんどん大きくなってきそうだなとか、あ、これゼロに近づいてきそうだなっていうふうに、目安は立てられるんで、最初の3個をね、ちょっと面倒がらずにね、また入れて確認するといいかなと思います。じゃあ、まあ、ちょうど30分経ったので、まあ、2番目の説明に行きたいと思います。ちょっとね、2番目に紹介したいのは、ダイバージェンステストっていうものなんだけども、まあ、こういう、これがね、定理です。覚えなきゃいけない定理はこれです。テオレム。ですね。
我々が考えるのはですね、やっぱり無限級数なんで、これはね、無限に足すことを考えます。さっきと違ってこれ2乗3乗4乗じゃないからね、単純にね、ファーストターム、セカンドターム、サードターム、フォースターム、これもうどんどん足していったときに、それが収束するのか、いずれこのコンバージョン、ダイバージョンということに興味があるんだけども、まずね、こう足されていく数列の和じゃなくて、この一個一個の数字のリミットだけ見てみたときに、もしも、ね、このリミットがですね、ゼロに収束しないとしましょう。ゼロに収束しないと。その場合、その数列の和、まあこうですね。まあ簡単に言うとこうですね。これはダイバージしますよです。まあ一応ね、もうちょっとこれのね、待遇ってわかるかな？待遇、P ならば Q っていうね命題があったときに。仮定と結論入れ替えて、しかもそれぞれお互い否定したものをね、元の命題のね、待遇って言うんですが、これ待遇って言います。漢字でこう書きます。英語ではですね、コントラポジティブって言います。So if this statement is true, then its contrapositive must be true as well. And if this statement is not true, then this statement is not true as well. ということでね、これはですね、ある定理の、待遇を取ったものでして、まあ、実際紹介される定理ってこれなんですね。もしも数列がですね、コンバージすると、数列の和がコンバージするとしましょうと。If the series converges, then the sequence that making this series must converge to zero っていうのが、まあ定理になります。まあ、つまり、どんどん足していったときに、足していくっていうか、チリも積もればって感じで、どんどんこう、積み重ねていくわけですけど、プラスの数字だったらね、どんどん積み重ねていって、どこまでも上がっちゃう場合はダイバージなわけですけど、コンバージするってことは、どんどん無限に足すんだけども、足しまくっていくんだけども、限界があるってことですね。足しまくっていくんだけども、どっかに値にどんどん近づいていくってことは、どういうことかっていうと、だんだん足す量を減らしていくってことなんですね。だんだん足す量がゼロに近づいていかないとありえないことなんですよ。うん、例えば、どんどん足していって、2に近づくとするじゃん。ね。どんどん足していって2に近づくってことは、最初に足す数字が例えば1だったらさ、もうね、あと次ね、まあ、0.5 とか足したりしたらさ、もうね、その後もう足せる量どんどん減ってきますよね。これ無限に足さなきゃいけないからね。そうすると、足す量をどんどんね、減らしていくしかないです。一般的にね。それは、毎回ね、一定の間隔でね、足す量が減っていくというわけではないですけど、最初少なくて、その次多くて、その次少なくて多くてってやってもいいんだけど、いずれ足す量はね、どんどんゼロに近づいていくしかないです。こうやって、無限に足してって、なおかつ、合計があるラインを超えないとなると、足していく量を減らすしかないですよね。例えばコップにさ、こう水入れてさ、水がこぼれないようにちょっとね、コイン入れてこうとかさ、水水滴ポポポってやったことがやるじゃないですか。こう、ね、表面張力で楽しもうみたいな感じで、こう、グラスいっぱいにね、水入れて、そこにね、こう、なんかスポイトかなんかでさ、ピッピッピッってさ、水垂らしてないですか。そしたらさ、ね、ちょっとずつ足すにしてもさ、いずれ、足しまくってたらさ、溢れちゃうじゃないですか、水が。いずれね、どっかでね。ってことは、それでも永遠に足しなさいって言われたら、一回あたりに足す量を減らしていくしかないですよね。もう、足す量をだんだん減らすしかないですね、こうやってね。最初はね、こう、でかい水滴をポツとかやってもいいんだけど、そのうちさ、いやもう、こんぐらい出さないと、こんぐらいにしとかないともう溢れちまうみたいな感じで、どんどん足す量減らしていくしかないわけですよ。つまり、こう無限に足して、なおかつね、値がね、収束するってことは、一回一回に足す水滴がですね、ゼロに近づいていくしかないんだね。だから、一回一回足す。つまり、この数列の和じゃないよ。この A1、A2、A3、A4 っていう数列は、ゼロに近づいていくしかないってことですね。それが、まあ、定理です。うん。和が収束するんだったら、足していく数字はゼロに近づいていくしかねえよっていうね。それが、まあ、定理になります。で、それの待遇を取ったものが上です。だから、これを否定して、これを否定したものです。
コンバージの逆は、ね、コンバージを否定するとね、ダイバージでして、イコール0を否定するとノットイコール0なんで、つまり、一回一回足す数字がですね、0に近づいていかないんだったら、いや、そのシリーズ絶対ダイバージするからっていう話です。つまり、こう、どんどんね、足していくんだけども、足していく数字がね、なんか一向に0に近づく様子がないんだったら、足す量がね、どんどん増えていくとかね、足す量がね、増えたり減ったりとか繰り返してて、みたいな風に、そうするとですね、いつまでとってもシリーズって収束する見込みないじゃんっていうことなんですよ。はい。ということで、定理はですね、ダイバージテストっていうのは、こう、無限にね、シリーズが出てくるんだけども、一個一個のね、数列がもしね、一個一個の数字がね、ゼロに近づいていかないんだったら、もう発散確定ですよっていう、すごいシンプルなテスト、シンプルなテストです。シンプルなテストっていうのも、もう簡単。もう調べるのが簡単。だって、シグマの計算とか全くしなくて、一個一個のね、数列のリミットだけ調べて、それがゼロにならなければ、いや、それも発散するでしょっていう結論が出せる。いや、非常に便利なテストで、一般的にシリーズがね、収束するか発散するか知りたかったら、まあ、まずはね、これがゼロにならなかったら、まあ、発散でおしまいでしょっていうね、説明ができたらいいなっていう感じで式を眺めていきます。はい。何言ってるかよくわかんないけどから、具体例を出しますね。はい。ということでですね、もう一回ね、セクション9の2のですね、問題7番からね、14番見てみましょう。Verify that the infinite series diverges っていうことで、なんでその数列がダイバージするのかっていうことなんだけども、まず9番。7番はね、等比数列だったから、等比数列のね、この予測発散の判定条件使えばいけたんですけども、9番以降はですね、まあそれが通用しないです。通用しないけど、このダイバージェンステストで通用する問題しか並んでないんで、そのダイバージェンステストの使い方をすればいいわけですよ。チャプター9の後半にね、もっといろいろなね、判定法をね、習っていくんですね。チャプター9の後半でね。だから、必ずしもね、このテストが有効じゃないけど、だけど発散することを示すために別のテクニック使うみたいなことなんだけども、このセクションでは、とりあえずこれしか習わないんで、まあ、これの使い方だけ覚えればいいんだよと。はい。これ見るとですね、ここのリミット、このリミットね、このリミットなんだろう。リミットよくわかんなかったら、大きい数字、100とか入れてみて考えるんだね。そうするとね、101分の 100? まあ、だいたい1、1かな、みたいなね。まあ、ちょっとそれで心配ならね、1000入れてみるとかね。1000入れると、1001分の1000。1001分の1000って、いや、まあ、0.9999、まあ、ちょっとよくわかんないけど、でも1に近いな、みたいな。1億1分の1億みたいなね。1億1分の1億ってもうほとんど1ですよね。ということで、これね、この数列をね、一個一個のね、タームを AN ってやると、この AN のリミットがですね、どう見てもね、0じゃなくて1なんですね。あえて途中式を書くとね、これ無限分の無限パターンだから、分母で、分母で一番でかいので割って、まあ、こういう形にしてリミット取ると、まあ、1になると。ということはね、これ、まあ、最初の数字さ、まあ、ちょっとね、シグマ使わずに書きますよ。まあ、だから N1 の時は2分の1で、まあ、その次は3分の2で、その次は4分の3で、その次は5分の4で、まあ、その次は6分の5でっていう感じなんだけど、だんだん1に近づいてくるの見えます？だんだん1に近づいてくるね。0.5、0.66、0.75、0.8、0.83。ね、だんだん1に近づいてってるんだね。ってことは、これどんどん足すってことはさ、この毎回水滴でね、入れる量がね、だんだん1に近づくってことだよね。最初はね、水滴の大きさがね、0.5 なんですよ。0.5 ポツみたいな。その次はですね、3分の2の大きさが増えてるからね、こう、ポツって、ね。その次はですね、4分の3をポツポツってやるわけですよ。で、これ永遠にやってるとですね、だんだん入れる水滴の量がだんだん1に近づいてくる。1に。1の水滴ってまあちっちゃいかもしれないけどさ、この 1ぐらいの下の水滴をさ、無限にこう、ポポポポってやってたらさ、それは無限にいっちゃうじゃないですか。無限にいっちゃうよね、うん。ってことは、どう見てもこれダイバージでしょっていうことなんですよ。それを説明して、保証してくれてるのが、まあ、この定理なわけです。まあ、名前がね、ダイバージェンステストです。はい。イコーズ、一般項、シリーズのね、一般項が、まあ、1に収束するかどうかじゃなくて、0に収束しないってことだよ。おやすみなさい。はい。0にならない。ゼロに近づかないから because the limit of each term is approaching 1 not equal to 0 ゼロに近づかないので this series diverges
一般項が、0に収束しないので、多数量がね、もう逆に1だからね、もうどんどん1たす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 みたいなことになっていくから、まあ、発散するでしょ、これ間違いなくっていうことです。これを使うわけです。はい。いいかな？じゃあですね、まあ、同じような感じでね、あの10番とかのね、問題見てみると、まあ、だんだん足す数字がね、2分の1に近づいていく。ね、だんだん足す数字が2分の1に近づくから、さっきよりはマシなんだけど、でもね、やっぱり無限に足すからね、2分の1、2回足せば1だし、2分の1をポン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 って繰り返し入れてりゃね、もう溢れるところから、ね、無限にいっちゃいます。はい、だから、10番も全く同じ、ね、流れで、ダイバージするって説明ができますし、11番、12番、13番、14番も、まあ、同じ感じになります。はい。感覚いいかな？そんな難しいことは言ってないんですけどね。あの、その説明でね、ちゃんと文章を書けるかどうかですよね。じゃあ、まあ、あの、もう一つね、別の問題見てみましょう。まあ、25番から34番なんかはもう収束する問題だからね、これ全く使えないってことは明らかなんだけど、逆に言うとね、収束するってことはね、もう必ずね、一般項はね、0に近づくってことはわかるんだな。だから足していく数字がだんだん0に近づいていくってことは、まあ見て取れます。で、41からね、54がね、収束するか発散するか調べなさいって言ってるんだけど、収束することを示すものって、まだあんまり我々習ってないんで、あんまりね、収束する問題ないんだな。はい。例えばね、43番とか見ると、本当さっきと一緒なんだけども、n 足す10、10n 足す1の n が1から無限と。まあ、100番目の数字考えてみるとね、1001分の100だから、まあ、大体10分の1だよね。で、まあ、1億とか入れるとね、10億分の1億だから、まあ、10分の1ですよ。だからこれ、だんだん足す数字がね、10分の1になっていくってのは明らかですね。足す数字がね。だから何々足すってやってるんだけども、一個一個見ていくとだんだんその大きさが10分の1になっていくんですね。だから私はこうスポイトでね、こう水ポンポンポンって入れていくんですけど、その入れていく、ね、一滴一滴のサイズがだんだん10分の1でね、まあ、統一されていくってことですよ。だんだん10分の1に近づいていく。So, because the limit of the sequence、ね、このね、リミットがですね、シグマ関係ないよ。シグマ無視した一単項で、シグマじゃないよ。シグマがない、この一単項のシークエンスのリミットが10分の1、まあ、つまり0じゃないと。0ではないので、もう this series is diverged. This series is diverged. Okay? まあ、もう一つちょっと見てみましょうかね。はい。これなんかちょっと難しいよね。47番とか見てみようか。パッと見よくわかんないかもしれない。47番とかね。47番とかね、あるいはね、まあ、48は単なるね、等比数列ですの和ですけど、47番はね、3の n 乗だけだったらまだしもね、下にね、n の3乗があるんでね、手ごわいですね。これどうすると。まあ、これ100とか入れてもよくわかんないよね。これはね、100の3乗分の3の100乗ってなんだみたいなね。100の3乗は、まあ、100、1万、100万だから、まあ、わかるけど、3の100乗って何みたいなね。ちなみに、指数ってね、指数って3次式より全然大きいんですけども、これはね、前のセクションで出てきたロピタルを使ってリミット調べます。つまり、これはね、n どんどん大きくしていくことを考えるんですけども、n がどんどん大きくしていった場合どうなるのかなっていうね、これ、0に近づくのかなってことを調べるのね。ダイバージするかどうか知りたいんで。で、ゼロにならなかったらいいな、なんだけども、まあ、このリミットは無限分の無限なんですね。だから、何ができるかっていうと、ロピタルのね、定理を使って、分子は分子で微分して、まあ、だから ln3×3 の2乗、で、分母は分母で微分して、3×n の2乗っていうふうに直せます。で、こういうふうに直したもののリミットを取るんだけど、やっぱりね、無限分の無限だから、あらまあ、だけど、n の2乗は、さっきの3乗よりはね、レベルが下がってるんで、あと2回ぐらいロフィタル繰り返したらいいんじゃねってことで、まあ、もう1回ね、ロフィタル繰り返して、もう1回ロフィタル繰り返して、上2回あと微分して、指数変わんないからね。で、下はね、あと2回微分すると6になります。そうすると、要するにこのリミットはこのリミットとイコールですっていうのがロフィタルが保証してくれてることで、で、このリミットって6分の無限だから、まあ無限と。無限になっちゃってどういうことっていうと、まあ、この数列自体発散なんだけど、要するにこれ足す数字がだんだん大きくなっていくってことでね、水滴どころじゃないんだよね。
最初はね、一粒ね、3グラムぐらいのもうポンってやってたんだけどさ、まあ、もっと大きくなってくるのこの一気に、ね、100万とかね、1億とかね、ボンボンボンとかって、ね、どんどん追加していくんでね、もう明らか発散なんだけども、まあ説明の仕方はさっきと一緒で、これがね、ゼロにならない。ここがゼロにならない。このね、このリミットがですね、ゼロにならないから、まあシリーズの大倍するでしょっていう説明になります。So, because the limit of this sequence is not converging to zero, this series diverges by divergence test っていう感じです。まあだからこれはね、ちょっとロピタルが必要っていうね、少々厄介な問題で、あと他にね、ロピタルが必要になるのはね、49番ですかね。うん、あと51番なんか、51番もね、まあロピタル必要だよな。ロピタル必要っていうか、E の定義とか知ってないとちょっとできないけども、まあでもそれ以外はね、比較的、例えばね、53番とかね。アークタンの N とか言ってもわけわかんないけどね。アークタンの N って何って、アークタンの1、アークタンの2って何って言うと、それは要するにタンジェントの逆だから、タンジェントの値が N になるときの角度をもう表したわけだね。だから例えば N が3だったらね、アークタンジェントの3って何って言ったら、タンジェントの値が3になるときの角度を出すわけですよ。まあ、それはラジアンで出すから、正確な値ね、まあ、ディグリーでもわかんないけど、まあ、70度ぐらい、70度、まあ、70度大きいな、80度いくのかな。まあ、でも、まあ、80度ぐらいなんだね。で、じゃあ、この N どんどん大きくしていったらさ、角度何になっていくのかなっていうと、いや、N どんどん大きくしていくと、角度だんだん90度に近づいていくねってことなんだね。だから、アークタンジェントの N のリミットを、まあ、こうね、まあ、シグマ無視してですよ。いや、その、一回一回足される水滴のリミットを見てみると、そのリミットってアークタンジェントの無限なんだけども、アークタンジェントの無限って、要するに90度に対応してるんで、これ90度になります。ちょっと見えなくなっちゃってね。はい。まあ、90度になってると。いや、これ自体は収束するよ。これは収束するんだけども、でも、ゼロには収束しないんだよ。ゼロには収束してない。つまり、足す数字がね、毎回足す数字が2分の π に近づいてるっていうだけであって、その2分の π を足しまくるわけですから、それは発散するよねっていうことでね。だから、そう、シリーズダイバージスってことです。シリーズダイバージスです。はい。というね、まあ、これが今回のね、まあ、覚えなきゃいけない、コンバージ・ダイバージの確認、判定テクニックの一つで、結構ね、手軽に使える、本当に、シグマ関係なく、ただ数列のリミットだけやればいいんで、比較的ね、短時間で確認ができる、まあ、とりあえず試しにやってみるっていう感じのね、判定法です。もちろん、この判定法がうまくいかないことももちろんあります。知っておいて、ね、知った方がいいのは、じゃあ、これがゼロになるんだったら、コンバージするのっていうと、そうとは言えない。そうとは限らないです。すごい有名な例としてはですね、まあ、有名って言っても答え出せるわけじゃないんですけど、今ね。有名な例としてはね、例えばね、N 分の1のリミットなんかは、これはもう明らかゼロに近づくよね。じゃあ、N 分の1のシグマってコンバージするのって言ったら、そうとは限らなくて、実際そうならないんですね。1たす2分の1たす3分の1たす4分の1たすで、確かに毎回毎回ね、足していく数字はですね、こうゼロに近づいていくんだよね。最初は1入れて、次2分の1入れて、次3分の1入れて、次4分の1入れてってやってたらさ、だんだんただゼロに近づいていくんだけども、そのゼロに近づいていくスピードが遅すぎてですね、塵も積もれば無限にいっちゃうというパターンなんですね。だから、足す量は確かにね、どんどん減っていくんですけど、どんどん減っていくんだけども、でもね、この減らす量が遅すぎてですね、どん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 膨れ上がっていくという、そういうパターンもあるので、これの定理の逆は一般的に成り立たないということは知っとかなければいけないです。逆が成り立たないっていうのは、これがゼロにならなきゃ発散確定だけど、ゼロになったら収束するかって言ったら、そうとは限らないんだよっていうことは、メモっておく必要があるでしょう。ちなみにね、この判定法は、等比数列の和が発散するってことを示すときにも有効ですけど、収束するかどうかは何も判定してくれないです。例えばね、6分の7の N 乗のシグマ、N1 から無限っていう問題、今日最初にやりましたけども、これは、このダイバージェンステストを使えば、ここの部分のリミットがね、R が1より大きい数字かけまくるから、無限になるんで、
ゼロにならないんで、まあ、シグマもダイバージするよねっていう説明はできます。だから このケースはダイバージェンステストはね、あのジオメトリックシリーズにも有効です。しかしですよ、じゃあ6分の5の N 乗のシグマがコンバージすることを説明できるかっつったらできません。この場合ね、ここの部分って6分の5って 0.8 だから 0.8 をね何回もかけたらですね0に近づくんで、なんとね AN のリミットはねちゃんと0になってくるんですね。ってことはこの定理の仮定部分を満たしてないから結論出せないわけですよ。で0に近づくからっつって、じゃあこっちのシグマもコンバージするのかっつったらね、つまり0に近くなってくるんだから足し取ったらどっかで上限あんじゃないのって思うかもしれないけど、まあ、そうならない、そうなるとは限らないんですね。この定理はここが0になっちゃうものに対しては結論を持ってないです。結論を持ってません。だからもし0になったらですね、ダイバージェンステストフェイルなんですね。そうだ、ダイバージェンステスト does not work for this series。どういう意味かっていうと、ダイバージェンステストをこの数列の和に当てはめてみると、ここは仮定がね、満たされてないんで何の結論も導き出せません。つまりこの数列がコンバージするかダイバージするかはこの方法では判別しようがないですっていうのが、まあ、結論ってことになっちゃうんだね。はい、だからね、ダイバージ、等比定理とかダイバージするケースに対してはねこれ使えるんですけど、コンバージするケースに関しては何も言ってくれないんで、等比数列の問題はちゃんと等比数列 のテクニックを使って、ね、その等比数列用の、判定法を使ってやるのが、まあ、もうベストかなという感じです。ということですね。何か質問あるかな、ここで。ちょっと投げよお前って感じですけどね。ゼロ以外の数に収束することはないのか。どこのことだろう、そうですね、次で、なんかね、そうですね、日本語のね、教科書の範囲でもあるけど、それはですね、3番目の説明のところになるかな。LS コーキングサムっていうパターンをね、ちょっと紹介しようかなと思います、最後に。LS コーキングサムいきます。トレスコーピングサムは何かっていうとですね、まず、まあ、教科書のですね、アメリカの教科書のセクション9の2を見ると、それが使えそうな問題はですね、19番、20番、それから27番、28番、34番、あと45番、46番とかね、あと54番もそのケースになります。はい、まあ、どういうことなのかというとですね、テレスコープサムって、ね、何かということなんだけど、まあ、とりあえずね、まあ、1個ないんで見せた方が早いよねということで、まあ、20番ちょっとやるわね。これについてちょっと考えたいと思います。はい、これが収束するか発散するかっていうかね、この問題ね、問い20はね、問題文がね、もう収束することを説明しなさいっていうふうに、まあ、問題文が言ってるんで、まあ、収束するんでしょうけども、まあ、これね、まあ、とりあえず最初ね、このダイバージェンステストなんか当てはめてみようとすると、まあ、無限かける無限分の1だから0になっちゃうんでね。一個一個足すね、水滴の大きさはね、どんどん0になっていくため、ダイバージェンステストは結論を出してくれません。まあ、わからないと。じゃあこれってジオメトリックシリーズパターンかっつったらどう見ても違いますよね。ジオメトリックシリーズっていうのはつまり N 乗、数字の N 乗っていう形の和だから、 N 乗じゃなくてね、 N 倍N かける N ってこれ二次式ですね、分母がね。これはもう分数関数なわけで、指数関数ではないから全然等比数列じゃないです。つまり等比数列の和の等比、ね、無限等比級数の、ね、判定法も全く使えません。つまり今日ね、50分ぐらいかけてね、説明したね、この2つのテクニックがね、全く通用しないパターンがですね、このセクションにね、一部問題に紛れ込んでるんですね。なんかね、間違いじゃねえのお前みたいな感じなんですけど、まあ、まず紛れ込んでるんだよ。はい、で、じゃあこのタイプってどうするのって言って、これも一応ね、特殊なタイプでして、
テレスコーピングサムって言われるタイプのものなんだけども、うまくね、部分和を求めて極限を調べることができるタイプの問題です。まあ、どういう感じなのかっていうとですね、まず、よく出てくる形としてはですね、分母が二次式。分母が二次式で、分子が整数。なんかもそうですね。分母がね、二次式になってる。まあ、つまり一般的にはね、N 足す A かける N 足す B 分の1っていうね、もうこの一般的な形のね、分数式をちょっと説明しますね。これね、数 B で出てくるんですよ。数 B、数列のね、ところで、これの変形方法が紹介されてます。で、その変形方法ね、思いつくのは難しいですね。思いつくのは難しいんだけど、確かにそうなるねって確認するのは簡単なんでね。これって、分母が何々かける何々だから、いや、それって分数足し算される前、こういう形だったんじゃないのっていうね、予想ができんだよね。つまりね、例えば 3×5 分の1っていうのは、数分する前って3分の1と5分の1組み合わせたんじゃないのって予想するわけですよ。ね。まあ、足してるかもしれないし、ね、引いてるかもしれない。まあ、足してね、8で割ってればいい可能性ももちろんありますよね。足したら15分の8だから8で割ればできるじゃない。そうするとね、まあね、24分の1足す40分の1っていうね、分解はできるんでね、15分の1ってね。できるんだけども、我々がね、欲しいのはですね、足し算じゃなくてですね、引き算で表したいんですね、引き算で。理由はすぐにわかります。引き算で表したいんで、いや、これなんか引き算だったらいいなってね、こういう形を考えるんですよ。まあ、だから、通分する前こうなってんじゃないと。ところがですね、まあ、3分の1引く5分の1って計算すると、まあ、15分のね、5引く3だから2になっちゃうでしょ。2になっちゃう。違うじゃんって。違うんだけども、まあ、要するに、2で割ればイコールになるんで、じゃあ2で割ろう。っていう感じで、後でね、数字を追加することができます。今のが 3×5 分の1の部分分数分解と呼ばれるもので、二次式の場合はですね、まあ、これ考えるんだけども、これ通分するとね、見えるかな。画面が。見えてか。ギリギリ映ってか。はい、これはね、通分した後って、こっち N 足す B 倍されてて、こっち N 足す A 倍されてるから、こうね、通分した後にですね、引くと B 引く A が出るんですよ。1じゃねえよ、どうしようと。でも、A と B が違う数字なら、ね、B と A が違う数字なら、B 引く A っていう数字であらかじめ割っとけばいいんじゃねっていう感じで、公式化されてます。よく出てくるため、これは部分分数分解の一つの特殊なケースに過ぎないんだけども、よく出てくるので、日本では、このタイプの部分分数分解だけ公式化されてます。ちょっと変なふうになっちゃったね。こういうふうに書いておこうかな。これかけるこれ分の1は、こういうふうに引き算の形に直せますよと。この引き算の形にするっていうのがすごい大事なところです。分母の有理化と一緒です。引き算の形にするっていうのがすごい大事なところです。これちなみに重解の時は使えません。重解の時はこういうふうには分けられません。これ違う数字だったら、A と B が違う数字だったら、こうやって分解できるよと。例えば、このタイプだったら、要するに A が0で B が2のケースだから、これは、N 分の1引く N 足す2分の1割る2なんです。っていうふうに変形できるよ。これをまあ、とりあえず覚えるしかないです。はい、公式覚えてて、書いててくださいね。これね。はい。では、まあ、なんでね、こういうふうに変形できるタイプの問題なんだけど、これがね、何がそんなに、引き算の何がそんなにいいのかっていうと、それは、この足し算を実際にやってみればわかります。今日の初めに説明したことですけども、この無限級数のリミットってどうやって調べるのって言ったら、一般的にはですね、いきなり無限に足すことはできないので、部分和を考えなきゃいけないんですよ。部分和を。部分和のリミットを考えなきゃいけないんですね。だからまず一度部分和を取るのが基本です。だから、等比数列の和の場合は、まあ、もう公式化されちゃってんで、部分和使わなくてもね、いや、もう R が、R の絶対値が1よりちっちゃければ収束とか言えるんですけども、でも、この公式の導く過程でちゃんと部分和取ったでしょ、さっきね。部分和ってこれだよ。1引く R 分の A、AR の N 乗ってね、これをまず出して、その後リミットを取るっていうプロセスを取るわけです。で、そのプロセスを、まあ、ちゃんとね、理解させるための、まあ、格好のね、材料として、
このタイプの問題が出てるわけです。はい。ということで、この部分は取れるんですね。はい。ということでね、まずね、S5 ぐらい見てみますね。S5 ぐらい見てみますね。S5 っていうのは、N が1のとき、1かける3分の1と、N が2のとき、2かける4分の1、足す N が3のとき、N が4のとき、N が5のときって、まあ、最初の5個を足すことを考えてみましょう。ね、難しいよね。この分数、普通に通分したら大変です。だけど、これを、このように変形しますと、これ使ってんだよ。これをね、すべての項でやると、こんな感じに、引き算の形にできます。それぞれね。これはこうなります。ここまでいい？これ、部分はつって本当に特別なね、もう本当に5番目までしか足してないケースなんだけど、これは見せるための、説明するために5番目までにしてるだけですからね。本当は別に N 番目でもね、100番目でも全然同じです。はい。で、これ、これですね、左から足すのはね、芸がないです。左から足していくのは本当に芸がないです。このね、式よく見てみると、プラスとマイナス、つまり差があるんで、よくよく見てみるとね、2分の1かけるマイナス3分の1、2分の1とこれ6分の1ですよね。このね、3分の1の項が、ここで出てきてて、打ち消しちゃうわけですよ。打ち消しちゃう。打ち消しちゃう。見えます？打ち消しちゃうんですね、こうやって。ピピって。でもこれもね、2分の1と4分の1のところも、これ、打ち消します。2分の1かける5分の1も、これ、打ち消します。ってな感じで、実は同じものがいっぱいちょこちょこ出てくるんで、うまい具合にね、こう、打ち消しちゃってくるんですね。この最初にあるこれと後半に出てくるこれがこうポッポッポッポってね、ある規則に従って打ち消しちゃっていくんで、まあテレスコーピングサムなんて呼ぶんですね。もう離れてるやつを足して消すみたいな。まあでもね、これ横一列に書くとね、なかなか実はね、どれとどれが打ち消しちゃうんだって結構見づらいので、まあ個人的なね、おすすめ。個人的にね、もう私これ全然好きじゃなくて、私は縦書きにしますね、縦書きに。今これ書いて、ここに横に書いたけども、結構ね、見づらいと思うんで、これをですね、縦書きにしていますね、縦書きにね。これ、だから2分の1の1引く3分の1足す2分の1の2分の1引く4分の1足す2分の1の3分の1引く5分の1足す2分の1の4分の1引く6分の1足す2分の1の5分の1引く7分の1、はい、これをね縦にこう足すんですよ、ね、この縦に見るとですね非常に分かりやすい。どうしてかっていうと足される側と引かれる側がこう列揃えて並んでるんでね、どれとどれ左と右で打ち消し合うのがあればポポポって消せるんですね。そうするとあね、この最初の2個だけ見てたら何も分かんないんだけども、3番目見るとね、あこれとこれ消えますねってなる。で、4番目見るとね、もうここです。で、5番目も、こんな感じでね、これ1個ずれたところで、ここで消えて、ここで消えて、ここで消えてっていうのが、縦で書くと、まあ、割と分かりやすいと。そうするとね、残るのね、最初の2つと、末尾の2つってことになります。これは5個の場合だったけども、6個の場合とか7個の場合にしても、変わらないんですね。例えばね、S7 考えるじゃない。S7 考えると、続きに来るのって、6分の1引く8分の1。つまり、やっぱりこれとこれが消えるから、末尾に2つと手前に2つ残るだけです。で、まあ、さらに1個加えたとしても、やっぱりね、こう、こことここが消えて、やっぱりね、この2つは消え、どうしても消えないですね。この2つも消えようがないね。だってこっち3からスタートしてるからね。1にはないんですね、こっちにね。で、こっちね、最後の8、9はね、こっち作れないんでね。どうしてもね、最初の2つとこの最後の2つが残るってことが、パターンとして見えてくると。はい、ということで、これね、一般化するとね、SN をね、一般化すると、どうも、2分の1のね、最初と2番目がこう、残って、で、まあ、これ、一番最後って、N たす2と N たす1なんで、文字で表すとね、N たす1分の1と、N たす2分の1がどうも残るらしいなってことが読み取れる。これが、部分はになります。N 番目足すとね。これならさ、100個足してるとか、1000個足してるとかじゃなくて、たった4つの足し算引き算なんで、これなら普通にリミットが取れます。もう1個1個リミット取るだけなんで。はい。で、ようやくね、これがコンバージするかどうかっていうのが説明できると。なぜなら、部分和のリミット取るだけなんで、もうシグマないんでね。もうシグマないんで、4分の1だから0、無限の1だから0だから、2分の1、1足す2分の1になるんだなと。
分の3、4分の3になると、4分の3にコンバージすると。というふうに説明ができます。必ずコンバージするわけじゃないですよ。必ずコンバージするわけじゃないですけど、まあ、大事なのはですね、こう、部分分数分解っていうテクニックなんだけども、こうやって引き算の形にする。引き算の形にして並べてみると、まあ、同理項がポッ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 ポってね、規則正しく打ち消しちゃってくれる、そういうパターンが存在するってことです。でそのパターンはですね、一番簡単なパターンは分母が二次式で分子が数字になっているパターンなので、まあ19番、19番なんかヒントでね、use partial fraction って言ってるけど、そのパーシャルフラクションって要するにこれのことです。このこと。日本語で部分分数分解って呼びます。で、本当に同じような感じで27番とか28番も、もう分母が二次式で分子が数字だから、部分分数分解をしてですね、こう部分は縦に並べて書いておいてですね、最初の2個とは限らないよ。2個とは限らないよ。ここが3だったらさ、3個ずれになってね、打ち消しちゃうんで3個残っちゃったりするんですけども、でも、要するにね、有限個3個とか4個とか5個とか6個とかそのぐらいの数が残るだけなんで、シグマ100個とかなくなるからね、リミッターが取れるよってことです。そういうタイプの問題が、このセクションの中にはちょこちょこ入ってるし、日本の問題集にも一部入ってます。テレスコーピングサムのね、他のパターンの問題が、ね、2つあるので、一応その2つの紹介したくね、分数式だけじゃないんですね。必ずしも、ね。必ずしも、ね、分数式だけはね、部分は問題じゃないんです。はい。ということでね、まあ、すぐに思いつくものを2つ挙げるとですね、まあ、ルートです。1つルート。こんなようなね、こんなやつが出てきたら、テレスコープサムです。どうしてかっていうとですね、これなんかはですね、部分分数分解じゃなくて、代わりに有理化するとね、オフになるんだね。そうするとさ、似た形の式の引き算、似た形の引き算、N が1個ずれてるだけ。ってことは、これも縦に書いていくとね、ルート2引くルート1、次はルート3引くルート2、足すルート4引くルート3、足すルート5引くルート4、足すルート6引くルート5、ドラドラでね、N 番目まで足すんだよ。部分はだからね、無限にやらないよ。だから N 番目までやると、N 足す1引く L っていうふうになるからね。そうすると、消える。これは残るけど、これ全部消えるなと。これ1個差ですよね。1個差が。これとこれが残るんで。これって、部分は取ると、ルート n たす1引く1になるんだなってことが分かり、で、そのリミットを取るとですね、無限引く1だから、これダイバージだねってことが分かります。ダイバージするねってことが分かります。これがもうね、まあ一つのパターンです。ね、やっぱりね、引き算、同じ形で引き算っていうのが出てきたら、テレスコープサムかなっていう感じです。もう一つのケースはですね、これもね、54番、英語のね、教科書の、ね、54番で、こういう問題があります。ログです。ログ。ログの、n たす1割 n っていう式があるよね。どうですか？いや、もうこれもテレスコープサムだろ、お前みたいな感じじゃないですか。はい。ね、このログの中身が割り算だから、やっぱりこれもね、まあね、ダイバージするんじゃないってさ、予想してね、ダイバージェンスしてやってもいいんですけど、まあやるとね、ログの1になるから、ログのね、無限分の無限なんだけど、このログの中身がさ、無限分の無限だけ約分すると1に近づいていくんで、つまり0に近づいちゃうんですよ。これ、一般項がね、0に近づくってことは、ダイバージェンステストうまくいかねえなっていうタイプの問題です。かといってね、全然指数じゃないからね、もうジオメトリックシリーズでもないからもう無理だなと。となるとね、もうテレスコープサムしかもうないじゃないですか、このセクションね。ということで、これはですね、ログの性質を使ってね、こうやってログの NN たす1、ログの N っていうふうに引き算の形にできる。もうね、ルートがログにね、生まれ変わっただけだって、やること一緒じゃないですか。LN2-LN1、LN3-LN2、LN4-LN3 で。もう、ほぼ同じ手順で、結局これって一般項を出すと、無限じゃないよ。無限じゃない。一般項をまず出してね、部分は出すと、LN の N たす1引く1になって、まあ、0になって、で、リミットが無限みたいな、いうような説明でいける。ちょっと、早すぎて申し訳ない。まあ、これね、ちょっと、ね、嫌な式なんだけど、変形すると、同じタイプの式の引き算の形ができるっていうのは、要するに、こういうタイプの問題なんだよってことです。これもね、要するに似たタイプの式でしょ、両方分数式で分母に整数があって数字が2個ずれてるってだけであってね、要するに全部同じ感じの形にできるよと。はい。ちょっとね、説明がね、ちょっと雑になっちゃったし、N 番目とかじゃなくて、
まあ、7番目とかね、変なこと言ってたんで、まあ、1問だけね、ちょっと真面目に書きますね。1問だけ真面目に書きますね。じゃあ、ということでですね、28番とかですね。それで一応説明終わりになるかなと思います。ということで、分母が、二次式の因数分解された分子が数字の、分数関数の和です。分数関数の和です。で、これはですね、まあ、どう見ても等比数列じゃないんで、ね、N 乗じゃないんでね、もうこれはもう諦めると。これは使えないなと、諦め。ダイバージェンステストやってもいいですよ。ダイバージェンステストやると、ね、本当はね、頭の中でやってうまくいかないから次のプロセスに行こうになるんだけど、まあ、やってみましょう。ダイバージェンステストを試してみようと、ダイバージェンステストやってみるか、やってみようと。やってみると、これは無限かける無限分の1だから0ですねと。無限分。ってことは、なんだっけ、一般項が0に近づくってことはですね、この多数水滴の量は0に近づいていくんだけども、だからといってね、収束するか発散するかわからない。Not conclusive, not inconclusive。つまり、ダイバージェンステストでは、このリミットが収束するのか発散するのかは説明できません。ということになっちゃったんで、まあ、わざわざ消さなくてもいいんだけどもね、これも大事な過程だからね。ただね、迷路でこういうふうに行ってみたら行き止まりだったから、じゃあ今度こっち行ってみますっていうね、これも大事なステップですよ。でもこれは無駄に言ってればね、失敗だ。失敗っていうのもね、大事な過程ですよ。ダイバージェンステストフェイルと。ダイバージェンステストフェイルと。別の方法行こうと。ということで、じゃあテレスコープサム行こうかなっていうふうになります。はい。ということで、これはですね、まず部分は考えます。部分は考えます。部分は考える。テレスコープサムの時はもう必ず部分は、てかジオメトリックシリーズじゃなければ部分は考えるのが基本です。部分はのリミットを考えるからです。で、これが、まあ、分数分解やると、まあ、こういう形になるんじゃないかなって予想するよね。こういう形になるんじゃないかなって予想するんだけども、通分するとね、まあ、3-1で2が残っちゃうから、まあ、2分の1が手前に出ます。うん、この和ってね、その横一列に書いてもね、本当分かりづらいんで、実際に私はこう縦に書き直します。これはね、N に1入れると、最初1だからね、N に1入れると、3分の1引く5分の1かける2分の1。N に2を入れると、2を入れるとね、5分の1。5分の1引く7分の1の2分の1倍。で、その次はね、まあ、飽きるっていうかね、ちゃんと打ち消し合う。どことどこで打ち消し合うかが見えるところまで書くんですけど、まあ、もう一段差で消えるみたいですね、これはね。まあ、次がね、3入れると、7分の1引く9分の1。あ、もうこれも一段ずつ消えてくるから、一段ずつ消えていって、最初と最後が残るんだなってことが分かったから、点点点点点ってやって、一番最後だけ書きます。最後あるんですよ。無限じゃないから、無限じゃなくてね、部分は考えてるから、最後あります。大文字の N ね。大文字で入れるから 2n たす1引く 2n たす3分の1と。で、ここちょっと書いてないけども、このパターン的にね、これ1個だけ残って、こっち1個だけ残るっていうのは明らかなんでね、これあとね、これこうピッピッピッて消えるから、これも消えるわけですね。この真上のやつね。ということで、この足し算をすると、これ全部足すと、残るのは2分の1の中に、プラス側で残ってるのは左上の3分の1。引く側で残っているのは一番下の、2n たす3だけになります。これが部分和になります。はい。ということで、ね、部分和を出したら、じゃあ、リミット出しましょう。リミット出そうと。部分和のリミットを取るわけです。これが収束すれば、これは収束するってことだし、これが破産したら、これは破産するってことです。もう、ただ計算するだけですね。これのリミットって、もう、無限分の1って0だから、半分の分の1だ。はい、まあ、テレスコープサムで攻めよう、分数分解するんだけども部分和を取ると、ね、N 番目まで足すんだよ。 N 番目まで足す。でそれが数式で表せればもうシグマないんであとリミット取るだけと。シグマなければリミット取るだけです、はい、これ6分の1なんでこれは6分の1に収束ってことになる。 converse to 1 over 6というような感じですね。だからセクション9の2はですね、まあ、大きくっていうかね、この3つが全てです。はい。等比数列系だったら、まあ、等比数列の判定条件を使う。まあ、そうじゃなければ、これダイバージするんじゃないかなっていうのを、
一滴一滴足す水滴の量がゼロに近づかないやつだったら、もう即ね、ダイバージって説明できます。でもそうじゃないパターンがもう一つあって、まあ、なんでここにあんだって感じですけどね。部分和を取るっていうところが大事なんで、ちゃんと部分和を取ってやりましょうっていうことで、まあ、よく使われるのは分数の部分分数分解。他のパターンとしてはね、ルートとログがありますと。日本の教材でもちゃんとそういうタイプのね、テレスコープサムの問題はあるかなと思います。じゃあまあ、質問あるかな。そうですね、LN か。ダイバージェンステスト、まあ、質問ありますね。ダイバージェンステストでですね、ゼロになった場合、そうですね、ここがゼロになっても、ダイバージすることはあります。だから結論出せないです。はい、ここがね、イコールゼロになった場合、ダイバージすることもあるし、これはね、こうダイバージすることもあれば、コンバージすることもあるんだけども、これがゼロになるからといって、どちらというふうに断定はできない。まあ、いわゆる不定形っていう感じですよね。まあ、だから、そこからだけでは何とも言えないですってことです。だから結論は出せないってことなんですね。チャプター9を一通り勉強していれば、まあ、ここで諦めずに別の判定方法を調べるってことになります。ただ、今のところね、習ってる判定方法、この3つだけだったとしたら、まあ、大体これで説明できる問題が並んでんじゃないかなと。まあ、実際に私、パッと見る限りはですね、大体これでね、まあ、ダイバージしまして説明できる、すごいシンプルなやつが、まあ、大多数を占めているかなと思います。LN の無限って何かってね、まあ、LNX をね、グラフでね、まずイメージすることですね。簡単なね、式はね、グラフをしっかり覚えておきたいところです。y イコール LNX っていうのは、このログのベース E ってことだけども、E って 2.7 ってベースが1より大きいんだよね。ログのね、グラフも指数のグラフと一緒で、ベースがですね、1より大きい場合のグラフと、ベースが1より小さい、0より大きくて1より小さいっていう2つのケースがあります。で、ベースが1より大きいときっていうのは、右上がり、増加、でかい数字入れればでかくなるっていう素直なグラフですね、素直なグラフ。切片は1カンマ0で、前近線が Y 軸で、こういうふうに上がってきます。はい。こういうふうに上がりっぽ、こういう上がり方するんですけども、X を大きくすればするほど、Y は遅いんだけども、確実に上に上がってきます。だから、足す水滴の数はどんどんちっちゃくなっていくんだけども、でもね、だから、ここゼロなんだけども、無限に行くっていうタイプですね、これは。はい、ね、ログはですね、ログの無限っていうのは要するに無限。ログの無限は無限。一方ですね、ベースが1より小さい場合もね、一応おさらいしておくとね、例えば2分の1のね、ログのベース2分の1の x とかは、減少です。ベースが1より小さいときは、まあ、マイナス、右下がりのグラフになります。まあ、そんなログのね、問題はほとんど出てこないけどね。だって、カリキュラスやってるときって、大体ね、ログってもうベース E だからね、もう多分ね、20回、19回ぐらいはね、そういう、まあ LN じゃなくて LN かなと思いますよ。だからまあ、これだけ覚えてれば、まあ、なんとかなったりしますね。はい。という感じですけど、他なんかね、もうこの、まあ、ほとんどこれで全部ですね。これで全部って言っても、本当に1時間以上になっちゃったけど、まあこれぐらいですかね。うん、他特に なければ、まあ、今日はこの辺で終わりにしようかな。はい、じゃあ、まあ、グッドラック。判定法ね、2つとテクニック1つです。はい、では、Have a nice day.ということで今日はここまでです。Thank you for your participation. Have a nice day.